そんな名前の人知らない。前には東京都の小池知事が入って、めっちゃ怖い。その3時間余り前には、知らない。そしてその3時間余り前には、ハニキュールセーゲッテリシカハラヌデアイゴクネソゴオムサイトチャン。私は本当に一体どうなってしまうんでしょうか。そしたら、野島アナウンサーと井の津優さんにはみんなと言いそうこの2人に怪我をしました。それでは今日の問題はニュースを速報を見てみましょう。野島アナウンサーから、ハロウィーンで混乱が続いた東京渋谷で公務執行妨害や窃盗などの疑いで男7人が逮捕されました。分かってくれ、俺にはお前しかいないんだよ。こんなにも愛されているとは言わない。分かった、ごめんなさい。その男のところへ行ったまま心配で、ジェシカももう子供じゃないし。あんたを恐れみたい。レベッカはジェシカの実の姉、すでに結婚し遠くスコットランドに住んでいた。でもね、その男には前科があるの。何かあってからじゃ。なんで捕まったの？今から？もしだけ見てることがあかんの。変なニュースに。あんたは、なっちゃったや。考えていることがあります。